海洋大陸には、東南アジアの島、半島、浅い海が含まれる、海洋大陸は、主に気象学や海洋学において、インドネシア、フィリピン、パプアニューギニア、その他の国々にまたがる東南アジア地域を指す、名称。インド洋と太平洋の間にあり、熱帯断水プールとして知られる暖かい海域の中に位置する。年にコリンダ・マージュにより、 生み出された造語で通常は反対の気候を表すものとして用いられる海洋性と大陸性という用語をつなげたものとなっている海洋大陸は多くの島、半島及び浅い海で構成されるこの地域は地球全体の大気循環系の中で最も重要なエネルギー供給地域とみなされているため気象学においては重要であるその要因は いくつかの偶然的要因によっている。中でも最も重要な要因は、その地理的な位置と地形である。この両方が地球上の最も暖かい大規模な海域である、熱帯断水プールの発達に寄与する。東南アジア地域では、陸域と海域がむね半々で分布している。さらに陸地には高い山々もそびえており、海は地球上で最も暖かい海域である。 このことにより、広範囲で日周期の雷雨活動が発生し、それが大量の水蒸気と熱を大気の髪型へ送り込み、それが地球全体をめぐる上層風のエネルギー源となる。ありがとうございます。